おはよう。みんなおはよう。すごいところまで来ちゃったね。寝てないね。これから、漫画喫茶ね、調子の漫画喫茶に行こうと思ったんだけど、漫画喫茶なのに岩盤浴がついてるっていうところを探してくれて、だけどね、そこやめる。5時間で1500円だったの。24じゃなかったから。で、泊まれるところ探したら、犬吠埼が、安かったから、ちょっと待ってね。あ。これくらいかな、音。これくらいで OK。犬吠埼まで来た。うん。犬吠ってところだね。犬吠。ローカル駅。おはよう、大臣。今日暑いところじゃなかったよ、俺。心霊スポットで池で一泊したんだもん。のりちゃんでも厳しいね。調子だよ、調子。うん。調子に来ましたよ。犬吠っていうところ。もう、千葉県最、関東最東端かな。柏。お待たせいたしました。上り調子駅到着いたします。9時50分、上り調子駅到着です。柏。成田じゃダメ、成田。晴天だね。成田じゃダメ。柏真逆じゃん。これは俺の勘なんだけどね。家止められる？マジで？じゃあ柏行こうかな。これは俺の予想なんだけどね。調子にはね、多分ね、俺のリスナー3万人ぐらいいるんじゃないかなと思ってるから。ここで俺今日蹴りつけるわ。今日ここでリアトツ3万人蹴りつけるわ。リアトツは何回してもノーカウント。1人1回。で、何回リアトツしてもいいんだけど、ノーカン。カメラ持っていけば、カメラなんて買えねえよ。俺の予想だよね。この街3万人はいるんだよね。柏か。ちょっと、ちー、じゃあ連絡ちょうだい。LINE に。LINE に、俺の LINE 知ってる？ちー。俺の番号教えとこうか。俺ね、電話持ってないんだよ。だから LINE やってる？ちーさん。ちーさん LINE やってたら、LINE 欲しいかも。っていうのも、もう交通費が片道2000円、3000円かかるから、その、移動ももう大変なのよ。LINE やってる？じゃあ、俺のプロフィールページに LINE あるから LINE 飛ばしといて。うん。お布施は今のところね、1万7000円だけど手つけてない。うん。旭市には5万人いるか。武田鉄矢、水戸黄門の主役抜擢。しっこさんいらっしゃい。うん。3万人いる割には後ろの人見向きもしないですね、わざと。姉ちゃんいらっしゃい。やばいよ。心霊スポットで一泊したんだけど、もうね、なんだ、懐中電灯2つ買ったの。それで9000円。で、ここまでの移動と、その、千葉までの移動3000円ぐらいかかってんの。俺、何もしてないのに1万3000円かかってんだよ。マジでみんな支援頼む。いや、心霊スポットに野宿だからね。これマジだから。昨日大変だったよね。超寒かったよね。みんな愛ちゃん頼むよ。支援頼むよ。やっと寝れるよ。やっと寝れる。心霊スポット野宿笑えなかったよ、本当に。若いらっしゃい。
超やばかったよ。今日3日目？今日2日目か、まだ。え、まだ2日目なの、この旅。違うわ。3日目だ、3日目だ。今日は違う。今日は心霊スポット行かない。あのね、スパがあって、そこだと1200円で夜の11時まで入れられるんだ、入れられる。パラピッピッピッパパラパラピーパッパッパラッポーみたいなのじゃない。スキャットマンじゃねえぞ、俺。音とかしなかったらスポット大丈夫だよ。いやいやいや、足映ったわ。女の人の足映ったって騒いでたわ。足ってなってたもん。やっと休めるわ。総重量ね、7キロっつったけど、これ10キロあるわ。もう肩がバッキバキ、ずーっと歩いて。バッキバキですよ。いやー、旅っぽくなってきたね。旅っぽくなってきたね。うん。そうだね、健康ランドみたいなところ。スニーカーでーす。昨日泥水に浸かってびっちゃびちゃでーす。臭いでーす。ユナイテッドエア航空の何のオーディションもない一般客を引きずり下ろす。シコ、あの、気をつけて、ね、NG 入れるからね。余計、あの、関係ないことやったりすると。初見さんありがとう。フォローよろしく。ハート5個プレゼント。アイテムありがとう。そうだね。晴れてよかったね。初見さんよろしく。青山さん。青山さんじゃないな。桐山さんか。どうもどうも。よろしくです。フォローよろしくお願いします。日本全国回ってます。キラーマシーンいいね。さあ、3万人のリスナー、調子にいるはずだから、ゲットしに行こう。移動しますか。いやー、重てえな、マジで。この重さだよ、みんな。これ。マジでどうにかしねえとこれ体壊すわ。なんかのパイロットみたいだもんな。電波バリ5、オッケー。行きまーす。温泉街らしいんだけど、心霊配信しないよ。俺心霊配信じゃないもん。海見に行く？海。犬坊駅ですね。犬坊ステーションですね。あったあった。太陽の里、あれに行くんだ。海どっちだ、っていうかもう海外来たみたい。海行く？海行く？宿はね、リスナーさんからの支援だったり、止めてもらったり。海行こう。やっべえ、マジで。超テンション上がる。旅っぽいでしょ。海見ようぜ。うわぁ、やばいですよ。すごいリバーサイド。やばいよ。海の匂いあんましない。鼻悪いんだよな、俺。そういえば海の匂いしないな。なんでだろう。鼻悪いのかな。あ、してきた。ん？あんましないな。あ！俺ここ来たことある！超懐かしい。俺来たことあるわ、ここ。マジか。嘘だろ？俺ここ来たことある。マジか。うわ、来たことあるわ。初めてだと思ってた。超すげえ。マジか、来たことある。来たことあるわ。あそこの施設の中入ってアザラシの標本見せてもらったんだよ、おっちゃんに。やべえ。何年前だろう。
超懐かしい。これ入れんのかな。そう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 、やべえ、電波あるかな、電波あるか、やべえ、施設の人、あ、全然違う場所だった、ホテルって書いてあるわ、博物館だもん俺いたの、あ、全然違うところだったわ、あ、全然違かった、来たことねえわ、うん、ホテルって書いてあるもん、ホテル、グランドホテルって書いてあるわ、俺が行ったのは博物館だもん、全然違えわ、来たことねえわここ、うん、いや全然知らねえわここ。なんだこれ、なんだこのあぜ道。よいしょ。でもね、あの犬吠埼の犬が吠えるって書くんだけど、この犬っていうのはアザラシのことなんだよ。アザラシはね、アシカのことだ。アシカのことなんですよ。そう、もう絶滅しちゃったんだけど、日本アシカは。犬っていうのはアシカのことね。いや、標本どこだって、うん、そんなこと言われても、なんですか、クレームですか、やめてください。クレーマーですか、いや、千葉っつったらだってサーフィンでしょ。千葉っつったらサーフィンだよ。うおー、いいね。あ、もうバリバリ磯の匂いがする。初見さんいらっしゃい。日本全国旅してます。みんな男に会いに行くんでフォローしてください。よろしくお願いします。すごっ。あー、磯の匂い、すげー、俺旅してるよ、旅してるよ、今カリフォルニアにいます、カリフォルニア西海岸、うわ映画みてえだな、マジですげえ、映画みてえだわ、すげえな、すごいよこれ、すごい、湧き水あるよ、湧き水がある、おはようございます、これ湧き水が出てるんですか、へえ、これあれですか、なんかいいお水なんですか、あ、本当ですか、ありがとうございます、後で飲んでみよう、すごい湧き水が出てる、すげえ光景、絶景でしょ、やば、映画だよ映画、見えてるみんな、やべえこれ、映画の世界でしょ、湧き水飲んでみようぜ後で、すごいよみんな、岩岩岩、投影だよね、いや飛び込んだら死ぬね、岩だねこれ岩で浅瀬ってやつか、向こうの方とかもすごいよ、ほら今の人カウン、ノーカウントですね、おはようございます、おはようございます、いい、いい天気ですね、あ、この辺ですか、もうお住まいこの辺なんですか、今あのインターネットテレビで今生放送をやってるんですよ、これ日本全国回っていて、あ、いい、ありがとうございます、いやー、やっぱいい人がみんないいね、話、おはようございます声かけると散歩してるんですよって、いいね、いいよこれ、いいよこれ、おはよう、みんなおはよう、リアト2ではないですね、いや何発ってもね、70歳ぐらいのおばあちゃん、え、ちょっと待って、トンネルあるんだけど、見える、トンネル見えたら手挙げて、なんか岩と岩山トンネルみたいな、ちっこいの奥に見える、カラが行くよ行くよ、見えるトンネル、この道やばくね、やべえな、この荒ぶる海、超波高えよ、見える、波超高えよ、やべえテンション上がる、やべえテンション上がる、何これ、何これ、行ってみる、やべえよ、やべえテンション上がるよ、俺旅人じゃん、ジャーニーじゃん、ジャーニー、ジャーニーじゃん、横のホテルは営業してないかな、見に行こうか、いや今おじ
さんが水汲んでるから邪魔になっちゃうから。ホテル閉まってるっぽくね、これ。銚子のグランドホテル、多分バブルの頃に作った箱物でしょう。バブルの頃にね、ハイホテルじゃないかな。すごいよね、こんなすごい建物がさ、グランドって名前がついてるのにグランドがついてるのにもう完全に閉鎖でしょこれ。絶景ですよ皆さん、ほら見てこれ、これを絶景って言うんですよ。ポトラテッド、ポトラテッド、やべえ、ポトラテッドだ。すごいよほら岩山。いやだってパソコン配信だってパソコン3台持ってきてるもん。そう、徹底的にこだわってますよ。徹底ですよそこは。こんないいところに立ってるハイホテルももったいないよね。なんだろうね、すげえな。いいねいいねいいねいいよいいよ旅。見てあのカメラ、あれ見て、映ってる、俺映ってる、影映ってるかな、映ってる、旅人でしょ完全に、ほら映ってる、完全に旅人でしょこれ、どっからどう見ても旅人でしょ。超いいよね。ハゲって言うな、ハゲって言うたびに俺の毛根が死ぬんだよ。いいね、調子いいね。ほっこりお兄さんいらっしゃい、ジャーニーだよ。あそこに犬坊岬っていうのがあって、あれになってるんですよ、展望台。行く？展望台。銭湯行く前にちょっとサービスしようかな。本当は配信サクッと切って体休めようと思ってたけど、配信好きなんだな俺、配信大好きなんだな。あ、ここも旅館だったんだ、これも潰れてるわ。行きましょう行きましょう。ちょっと今日長めに休止卒するわ。もう金も尽きちゃったし、金尽きではないんだけど、全然余裕あるんだけど、金も大変だし、ちょっと一泊体休めますここで。いい丘の方がいい？いい丘のかいい？お、直徳さんどうも。昨日リアとしてから福島に戻ろうと思ってたんですが、マジで連絡欲しかったっす。湧き水飲もう、湧き水飲もう。すごいな湧き水が。飯岡灯台の方が綺麗。ここ犬坊ですよね。今生放送やってるんですよ、インターネットで。でいろいろ言われてて。ああ、そうですね、ありがとうございます。犬坊先湧き水、試着がある、試着が。 PTPT 見えない、見えない、みんな見えない。見える？すごい湧き水が。見えたら手挙げて。ぜひぜひ、直徳さんお待ちしてます。見えてる？いただきます。はい、次です。はい、次行きましょう。こんにちは。いやー気持ちいいな。いやなんか別に普通の水だったね。身が狂ってんのかな。でもすげえみんな汲みに汲むけど、なんか別に
別に、いや、なんか、まあ、まあまあ、水だね、普通だね。俺騙されないから、そういう。俺ぐらいの味覚持ってると騙されないから。そんなね、旅行先とか旅先で美味しいとかやらないもん。水みたいとかやらないから。バカな OL みたいに。透き通ってるとかやらないから。うん。香水とか軟水とかうんちく垂れる OL、でっきらい俺。ほんとに。なめんなよ、なめんなよ、ほんとに。電波まだあるかな。おはようございます。おはようございます。すごいよ、見て、リバーサイドだよ。おはよう、アオスク、おはよう。やべえな、本当にやべえわ。あのトンネル渡ってみようよ。これ花火ありがとう、ゲッツ。花火ありがとう、アイテムありがとう。やばいね、ヤバタンだね。やべえよ、滑らかだね、岩肌が。電波ある？大丈夫？電波ある？気持ちいい朝だな、おい。気持ちいいよ。もう何これ、ちょっと待って、何これ、電波あんのかな。すげえかっこいいんだけど、すげえかっこいいんだけど、電波あるかな。うおー、もうかっけえこれ、超かっこいいんだけど、何これ、何これ、トンネルっぽい、すげえ。電波ある？あ、やば、低い低い、すげえかっこいい、超低いよ。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。いいね、いいね、やっば、うわ、超いい景色、やべえこれ、超いい、何これ、超やばい、やべえな、すっげえ、すげえわ、何これ、サワガニとかいるんじゃねえのこれ。おお、サワガニとかいるでしょ、やべえ。あ、散歩のお母さんに追いついちゃう散歩のお母さんに追いついてきた。いやー、こんなところで生活してたら心きれいになるわ。それ挨拶できる人間になるわ。挨拶できる人間になりますよ、これは。うん、やばいね。サンゴ？マジか。やべー、こんなところでね、こんなところでセカンドライフ、やばい。うわ、うわ、マジか。うわ、すっげえよ、波が。見える、奥のやつ、そう、映画みたい、ボーンって。マジで2メーター3メーターぐらい吹き上がったよ。見える、すっげえぞ、波バーンって。ちょ、バーンっていくから奥、すげえ、ほら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 、バーンって奥、バーンだよ、バーン、すげえ。うわら、ほらほらほら、やばいやばい、あそこ行こう、あそこ行こう、あそこ行こうぜ。超やべえ、超やべえ。何あれ、見た？見た、今の、バーンだよ、バーン。バーンだったよ。
すっげえ。おお、風船ありがとう、サボちゃん。風船ありがとう。すごいよ。これやばい。今日波高いんだわ。波がすごい高いんだよ、多分。やばい、あれ。見た？近くで見れるから見ようぜ。電波あるかな？ザブーンとかじゃないよ。超興奮するよ。多分ね、配信だとね、あのね、3割ぐらいしか伝わらないんだよ。何もかもが。何もかもが。やばい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 、マジでやばい、マジでやばい、マジですごい、すごいよ、ほんと。ネタとかじゃないから。電波バンバンある？すっげえ、マジで。何あれ。いや、ほんとに笑うぜ。ほんとに笑う、これは。すごい波の高さだから。え、どっから映そう。いやー、すごいね、生で。いやいや、近くに行ってるんだよ、今。もったいぶってるわけじゃないよ。すごいよ。超すごい映像見れるよ。マジで。すげえ。うわ、すごい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 。お母さん、あそこのバーンって波打ってるところ近くで見るにはどうやって行けばいいですか？そこのバーンって。はい。ここ入れるんですか？はい。くぐる感じ。ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。あ、ありがとうございます、お母さん。すいません。いつもこっち散歩するんですか？今、大潮だから、潮が引いてるんですよ。すごいですね。もう感動しました。はい。うん、うわー、すげえ、すごい迫力ですね。これ近くに行ったら濡れちゃいますかね。大丈夫ですか。どこだろう、一番な高くバンって上がったところは。そこの岩ですか。はい。あー、すごいすごいすごい。何これ、すごい映像。知らないですね。すごいですね、これ。だってはい、はい、すごい、すごい、ありがとうございます、感動です。はい、なんかプライベートビーチみたいになってますね。あ、そこでいつも座ってるんですか？そこお母さんのベンチなんですか？いいですね、こんなところで生活したいな。ありがとうございます。来てる来てる来てる、ありがとうございます。見えてる？行くよ。見てこれ、プライベート、岩に囲まれたプライベートビーチですよ。すごいの教えてもらったよ。東方とかでいうレベルじゃないから、見ててごらん。すげえから、バッカーン行くから、見ててよ、見ててよ、みんな、バッカーン行くから。こんなだよ、やばくない？やばくないこれ。これやばいっしょ、これやばいっしょ。わかる、これ、この迫力やばくない？うわわわ、すげえ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 、すっげえ、マジでやば。見えてる？電波来てる？うわ、水しぶきここまで来る。ほら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 、すっごいでしょ。ここまで水しぶき飛んでくるんだよ。花火ありがとう。やばいよこれ、水しぶきがバッシャバシャ飛んでくる。わかりる、俺が興奮したの。すごいよね。シンさん、あんま伝わってない？すっごい波の高さで、3メーターじゃ効かないかもしんない、これ。やべえ、興奮するわ。花火ありがとう。やべえわ、これ。
岩に上がってみて。ちょっと危ないからあんまり上がらないよ。軽くね。うわうわ、すげえ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 。すげえよ。すごいよ。いや、ナビは浴びれない浴びれない。怖い、さらわれるこれ。いや、怖さ分かって、あ、ほらほらほら、こんなだよ、こんなだよ、みんな女だよ、こんなだよ、怖いでしょ、こんなだよ。おらおら、来た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 、やばい、ほら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 、すごいでしょ、すごい迫力だよ。カモメやられるぞお前。ほら、おい、来るぞ来るぞ、でっかいの、でっかいの来るよ。やっべえ、来たこれ、来た来た来た、来るよ来るよ来るよ、でっかいの。おはようカブニート、これはいい。うわすげえ、すごいね、みんな癒されるっしょ、癒されるっしょ、俺すげえよ、地球すげえよ、見てこの天然の花火、ありがとう、見てこの天然の、うわー来た来た、これなんだよ、カメラパンした瞬間にビッグウェーブだよ、ビッグウェーブ、癒されるわー、マジで。ちょっと記念に、記念にちょっとワンショット撮っていいですか、記念にワンショット、ちょっとキャプリ用に、キャプリ用に撮ってよ、みんな。見えてる、みんな。ごめん、俺が携帯電話のデザリング刺したままで、あの置いてっちゃって。見えてる、見えてたら手挙げて、見えてる、よかった、行くよ。俺がね、携帯差しっぱで行っちゃったんだよ。うわ、水しぶきがすごい。この辺の角度かな。ここで OK かな。OK？ 行くよ。行ってくるよ。来てる、やばい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 、これやばい、波がやばい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 、来てる来てる来てる、やばいって、怒ってる、やばいってやばいってやばいって、マジでやばいって、ほら水入ってきてるもん。退避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 します、エスケープです。マジでやばい、マジでやばい、荒ぶってきた、マジでやばい、スクショ完了、マジでやべえわ。いや、いいとこ見つけたな、おい、今やばかったね。アイテムありがとう、みんな、アイテムありがとう、すごいわ、感動だわ、感動だわ、見てこれ、見て、ここのプライベートビーチっぽい、このなんて言うんだろう、わかる、すごいよ、本当にすごいよ、感動した、マジで感動した、ありがとうございます。え、なんすかなんすか、地球が丸く見える、地球が丸く見える、あそこのほら柵があるんですよ、はい、上ですか、一周、灯台を一周できるの、はい、う、上の、はい、全部こうやって見える、地球が丸く見える、上に行けばいいんですか、あそこに、ここあの上がっていくでしょ、はい、そこの入り口があるから、はい、行ってみます、ここ
その先のところずっと歩くと、君、向こう、君ヶ浜なのね。はい。で、私は、ここも大体地球丸く見えるけれど、はい、もっと上から、上行くと地球が丸く見えるから。わかりました。ありがとうございます、お母さん。まあ、やばいよ。地球が丸く見えるスポット。行こう。地元のお母さんが言うんだから間違いないから。地元のお母さん、いや、そこの上に行くと地球が丸く見えるんだって。なんだこれ、なんかすげえな。ありがたいね。うん、ありがてえわ。さすがにさ、80ぐらいのおばあちゃんにお姉さんは無理があるわ。みんなが思ってるより年上だから。80歳ぐらいだから。それは嫌味だよ。俺だってそれくらい空気読んでるわ。さすがにさ、さすがに80代のお母さんにお姉さんはきついって。それ嫌味になるわ、うん、そう。50代とかだったらお姉さんって言うけど、うん、ゴラーって言われるよ。お母さんの方が絶対いい。うん。行こう。いやでもさ、こんなの毎日散歩してたらね、心きれいになるよ。すごいきれいだよ。パフェありがとう。すごい映像撮れたんじゃないの。すごい映像撮れたんじゃないの。これ和道スタイルだから、和道スタイル、和道スタイルです。いやー気分いいわ、最高だわ。お、なんだ、え、なにこれ、なんかあるぞ。なんだこれ、お食事処だって。いいね、お食事処。いや、とんでもない。お、来たじゃんこれ、来たじゃんこれ。これが犬吠埼かな、これ犬吠埼じゃん。上登る、いい場所来たね。正解だったね。上登るこれ。灯台でしょ。登るっきゃないでしょ。金かかっても。これは登る、登るしかないでしょ。ねえ。地球が丸く見える。上がろうか。でもこの周りでもいいって言ってたよ。この周りでも地球が丸く見えるんだって。下から攻めようか。さっきの岩場最高だったな。夕日なんかこれ女の子落ちるぜ。ねえ、女の子キュンキュンするよ。うわ、いいな、こういう感じ、いいな。うん、綺麗だね。いや、突発的に来たけどよかったわ。いいね、なんか突発的でさ、木の幹のまま何にも考えないでこういう景色に出会えるといいよ。すげえよ、すごい、これはすごい景色だよ。おはようございます。おはようございます。すごい景色だよ、見てみんな、360度。やばいなこれ、すごいね。地球が丸いですね。地球ってでけえな。こんなにゆったり丸いのか、こんなにゆったり丸いのかよ。どんだけでけえんだよ地球。すげえ、すげえよ。こんなにゆったり丸いんだよ。で、地球上にある砂粒の数より宇宙の方が星の数が多いんだよ。海超荒れてるよ。さっきすごい映像撮れたよ。すごかったよね、さっきの映像。
いやー超いいわ。いやー配信者になってよかった。マジで配信者になってよかったわ。なんだこれ。ただやだ、なんか嫌なところが一個だけあるんだよな。一個だけ嫌な愚痴っていい？一個だけ愚痴ってもいい？本当なんか気分悪くしたら申し訳ないんだけど、一個だけ愚痴りたいところがあるんだよ俺。一個だけ愚痴ってもいいっすか？聞いてくれますか？リスナーさん聞いてくれる？気分悪くしない？あのね、もうね、どこ行っても俺電波確認すんのすげえやだ。すっげえ気持ちいいのに電波をずっと見てんの俺。なんか慣れるのそのたんびに。今4本かとか今3本かとか。これもう職業病だよね。もう電波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 、これが慣れるんだよ自分でやってて。これが悲しい坂だよね、生粋の配信者。ちなみに今電波4本です。いやー気持ちいい。いや気持ちいいわ、マジでマジで気持ちいい。登るか灯台。みんな人が心が綺麗だよ。東京はやっぱダメだ、合わねえわ俺。東京合わねえよ、もうギスギスしてて探り合いで金の話ばっかりで。こういうのがいいわ。生きてるってこういうことだよな。生きてるってこういうことだよ。ああマジでこれが生だよ。これが生きるってことだよ。冬は寒いとか夜は怖えとか朝日は綺麗とか海ってでけえ地球ってでけえってこれですよマジで。いやーいいね。犬吠埼灯台登ります。登りましょう。いくらかな。はいどうも。すいません一人大人です。はい、障害者割引とかってあります？席をねお持ちの方は結構です。いいですよ。あ大丈夫、無料なんですか？いいですよ。はい、ありがとう、ごめんなさい。はい、ここは階段だけど大丈夫かな？あ大丈夫、あの精神障害なんですけど大丈夫ですか？すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すげえ、ただか。優しい階段なのに大丈夫ですかって。すげえ優しい。おはよう。ちょっとあんま俺喋るからさ、前の人が時間置いていこう。ねえデート中気分壊しちゃったらあれだから、ちょっと時間置いていきます。喋るから俺、うん、迷惑かかっちゃうから。陰謀みたいっていうかね、うん、ありがたいよ本当に。お、なんだこれ、なんだこれ、ん、なにこれ、なにこれ、なんだこれ、え、なにこれ、え、なにこれ、え、これ入り口って書いてあるもんね。レンズ、え、灯台のレンズってこうなってんの、すげえ。このレンズは完成した明治7年だって、フランス製。え、これ明治7年なの？これが灯台のあの光るやつだよ。回るやつあるじゃん、ピカピカ上で。レンズレンズ、あすげえすげえすげえ。これがぐるぐる回ってるんだよ。で光を飛ばしてるんだよ。すごくない？すげえ、すごくない？これをぐるぐる回してんだって。すげえ、なんかすごいね。犬坊台初代レンズ。おはようございます。いや、リスナーさんに車で送ってもらったりいろいろ移動します。愛知県でも展示されていた里帰り。わー、これはすごい映像だね。あー綺麗だな、いいね。
そうそう、船のために光でぐるんぐるん回るやつあるじゃん。あれの実物ああなってるんだって。すげえな。なんか知らないことだらけだね、世の中って。世の中って知らないことだらけだわ。すげえよ。見学自由。東大資料館。見学自由。公衆トイレ。こっちはいいかな。資料館行く？資料館はいいか。よし、登ろう。展望台。展望台登ります。暑いですね。こんにちは。7キロの重りを持って、すげえなこれ。まだ登るの？え？あれ？これ登ったらいけないってこと？あれ？え？行き止まり？あ、すげえ、ここでんだ。すごい。マジか。見える？見えますか？すごいよ。見える？見えてるかな？すげえ。景色がすごい。電波あるといいな。電波あるかな？すげえ景色。見れてることを祈ります。みんなにこの風景が届いてることを祈ります。犬吠埼ですね。犬吠埼。すごい景色だね。綺麗だね。すごいね。ただ、俺はもうちょっと体力の限界に近づいてきたよ。絶景だね。すげえ。うん、とんでもない。みんな見てくれてありがとう。最高の景色だよ。それは見てみようか。手すりがねえと怖えな。すごいよ。い
や違う、俺寝てないんだよ。昨日の夜中廃墟で泊まって駅歩くのに1時間半歩いたんだよ、サボさん。でずっと3時間電車の中にいたんだよ、7キロの重りを背負って。あのさ、俺何キロ歩いたと思ってんの。ずっと電車の中いるんだよ。体力の限界早くないわね。ちょっとね、ちょっとないわ、ちょっとないわ、サボちゃん。サボちゃん俺限界、俺寝てない。昨日廃墟、ずぶ濡れ、ずぶ濡れ、サボちゃん。ああすげえきついよ。でしかもずっと両手にパソコン持ってペンライト持ってんだよ、こうやって。昨日片手にパソコン、ペンライト。勘弁してください。今撮影してるんでね、ちょっと待ってください。とんでもない、とんでもない。みんなにね恩返しできるのは映像だけだから。俺はみんなから支援されてるけど、これは支援してくれてる人が見せてくれてる景色だから。俺じゃないよ、みんな。みんな俺じゃないんだよ。俺のことを買ってくれて、ずっと信じてくれてたリスナーさんのおかげなの。だから、スポンサーさんに言って、ありがとうっていうのは。スポンサーさんに言ってください。今まで支えてくれてた。風船1個でもしてくれた人、1円でも俺に価値をつけてくれた人のおかげです。すげえな。気持ちいい。温泉入ろうね。あ、タバコ吸いてえけど、ここね絶対吸えない。すごいね。キャブってキャブってキャブって、拡散してみんな、キャブって。お疲れ様、ヤマト魂さん。いらっしゃい、日本最高だよ。そろそろ電池切れるかな。電池切れます、そろそろ。皆さんありがとう。そろそろ充電がなくなるんで、あのお別れです。またね、今日あの温泉24時間もしよかったら泊まって、で体力全開にさせて、充電も全開にさせて再開します。もしあの銚子の方に住んでる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ銚子の方に住んでる方はぜひリアトツ来てください。お願いします、お願いします。よし戻ろう。最高だわ。電波プツるよ、電波プツるよ。バッテリーの予備はたくさんあるの。うん、買ってないんだ。だからパソコン3台持ってんの。怖え、急すぎるだろこれ。怖えな。ゆっくり休むよ。バッテリーどっかで買わねえとな。でパソコンロンタンに送ろう。これ1台2台持ってるのが重たすぎる。これ5月の旅再開の時にはバッテリー買って減らそう。マジで苦痛、パソコン2台は。花火ありがとう、チョコミントありがとう、コミントありがとう。ありがとう。調子来たよ。見れてるかな。風船もありがとう。
じゃあ皆さん お別れしましょうか。バッテリーもないし。ありがとうね、風船と花火ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。階段ですね。結構急ですよ。はい。いや、じゃあ皆さんお疲れ様。旅、今3日目です。日本中のリスナーさんに会いに行きます。素晴らしい景色とかおすすめのスポットとかあったらぜひ教えてください、皆さん。ありがとう、いつも。ありがとうね。みんなに会いに行くから。あとね、もし会いに来てほしい人いたら LINE ください。LINE ください。僕のマイページに LINE の URL 載せてあるんで、でそれでもわかん、LINE の方法を知りたい人は DM ください。よろしくお願いします。お疲れ。おつおつ、ありがとう、アイテム。ゆっくり休めよ。ちょっと時間空くから、体休めるから。ごめんね、みんな。ありがとう、見てくれて。大好きだよ。お疲れ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。